コスタンテ・ジラルデンゴコスタンテ・ジラルデンゴは、イタリアのオビリーグレ出身の明治転写競技選手。ジロでイタリア2回、ミラーサ3でも6回、ジロディ・ロンバルディア3回、イタリア国内選手権9回の優勝実績を誇る。この他にも多くのレースにおいて、優勝経験を持つ。とりわけ、イタリア国内選手権は、第一次世界大戦の余波を受け、 1915年から1918年まで、レースそのものが中止されたことから9連覇を達成。当時、アルフレッド・ビンがジョバン・ニ・ブルネーロ、ガエターのベローニなど、早々たるスター選手がいた中での大記録達成だけに、その価値も大きい。また、今もなお、この連覇記録を打ち破った選手は存在しない。ジロで、初めて総合優勝を果たした1919 19年の、 レースでは10区間中、実に区間7勝をマークし、総合2位のベローニに対し51分56秒の差をつける圧勝。一方、2度目の総合優勝を果たした1923年のレースにおいても、10区間中7勝をマークしたが、総合成績ではベローニに37秒差という僅差の勝利だった。またミラの3連網についても、 エディメルクスが1976年に7回目の優勝を果たすまで同レースの歴代最多優勝記録を保持していた。このほか、1924年には当時未公認の世界選手権大会と称されたグランプリボルベールを制覇。また19、1919年、1922年、1923年、1925年、1926年の 世界ランキング第1位となった。さらに、プロ種目として、初めて開催された1927年の世界自転車選手権、個人ロードでは優勝したエースのビンダに続き、2位に食い込んだ。ちなみに1926年に、イタリア国内選手権10連覇を阻止したのもビンダであり、ジラルデンゴはその時2位だった。1936年まで現役を続けた後、 引退後は前のチームのコーチの傍ら、イタリアナショナルチームのコーチも兼任。G のバルタリが1938年にツールド、フランスを制覇した時にもナショナルチームのコーチとして帯同していた。ありがとうございます。